日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は「油を売る」という言葉を皆さんに紹介します。油ををを売るるととは、仕事を怠けることを言いますところで以前皆さんに紹介した言葉の中にこれとよく似た意味のものがありましたね 覚えているでしょうか。ちょっと考えてみましょう。そう、サボルですね。サボルについては第37回の放送でお話ししているので、ここではお話ししませんが、この油を売るもサボルとよく似た使い方をします。例えば、あの人は油を売ってばかりいる。 と仕事ぶりを言ったり油を売っていないで真面目に仕事をしなさいというように注意するのにも使われますまた仕事を怠けてばかりいる人を油売りというようにも呼びますこの点もサボるのサボりまにちょっと似ていますよねところで なぜ油を売るここととが仕事をサボることなの「か、皆さん不思思思議に思ったと思います。油を売るの油は実は髪の毛に使われた油のことを言っています日本の江戸時代つまり17世紀から19世紀にはもちろんスーパーマーケットなんてありませんから油を売りに来る商人がいたのだそうですが 髪の毛が長いのはやはり女性が多いですからお客さんも当然女性が多かったということになりますですから油売りの商人も油を売る時にお客さん相手に長々と世間話のおしゃべりをして時間を無駄にしていたことからこのように言われるようになったそうですよ今はサボるという言葉の方が日常的にはよく使われますが 当時の人の生活の様子が垣間見えるとても面白い言葉ですよね皆さんの国にも油を売るのように仕事をサボる意味で使われる言葉はありますかまたぜひ教えてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね